ギバジャール宮崎全力応援番組テギバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の市谷奈々です。この番組はテギバジャール宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階宮崎サンシャイン FM オープンスタジオから生放送でお届けしてまいります。ぜひ観覧にもお越しください。さあということで、今日リリースがあったんですけれども、9月16日に開催されますテギバジャール宮崎ファミリー文化祭 MC をさせていただくことになりました。やったー。れいなちゃん、イチャガステージの MC をしてるれいなちゃんと一緒にね担当させていただくんですけれども、このファミリー文化祭2024というのは、私もというか多分テギバでやるのがそもそも初めてですよね。で、一体どんなイベントになるんだろうと気になっている方もね多いんじゃないかなと思いますけれども、私もねまだリリースされていることしか知らないので皆さんと知ってる情報は一緒ぐらいなのかなと思うんですが、今回私はアジサイホールの中に、できるなんて言うんでしょう、ミニステージみたいなところの MC をさせていただきますので、いろいろと選手たちと絡んだりだったりとか、ステージ盛り上げていけたらいいなと思っております。で、今回宮古シティの、中でいろいろとバイトに挑戦みたいなコーナーもあるらしくって、選手たちがこの私たちが普段いるショッピングセンターの中にあるお店に、立ったり立たなかったり、これでもさ、いや本当に私詳しいことあんまり知らないので今想像で喋ってますけど、選手が接客してくれて何かを買うっていうことがもしかしたらあるんじゃないかってことですよね。すごいよねそれって。だから皆さんそれぞれ推しの選手とかいらっしゃるかもしれないですけど、そのタイミングが合えばそういうことも可能なのかなということで、また新しい取り組みだなって、地域密着ってこういうことなのかなとかね勝手に思ったりしております。そしてこちらも宮古シティのインスタグラムで発表になっているんですが、9月15日ですね、この日は試合の日なんですけれども、試合の前に2回目となりますテギバジャール宮崎必勝かしまき、必勝祈願かしまきが宮古シティ内で開催されます。12時からと15時からの2回ですね。で、前回も言ったんですけど、4歳から小学生までが対象ということで、各回定員が決まっておりますので、皆さん参加したい方はね、日もちお早めに来ていただけると、確実かなと思うんですが、前回もこちら MC させていただいたんですけど、これもね大盛り上がりだったんですよ。で、今回も選手が来るのか来ないのかどうなのかという感じらしいんですけれども、試合の前に勝利を願ってね子供たちに菓子を巻いていこうかなと思いますので、もしよかったらこれいろんな人に知っていただいて、テギバの試合にはまだ来たことないけどテギバのこと最近気になってるんだよねみたいなファミリーとかにねおすすめですよね。で、子供たちぜひ来てもらって、あ、こういう雰囲気なんだって選手がもしかしたら来るかもしれないですから知ってもらったりして、そのまま試合にスタジアムに来てもらうっていうのができたりしたらとってもいいよなというふうに思っております。9月15そして16がファミリー文化祭とテギバ尽くしの週末になるかと思いますけれども、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。さあということで、この番組ではテギバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしております。宛先はリクエストsanfm.co.jp、 サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージをお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。また X ではハッシュタグテギバをつけてぜひつぶやいてください。お、いろいろともうすでに反応いただいてますね。ガンディスのカレー食いたい、うん、わかる。もう宮古シティに来たらね、ガンディスっていうカレー屋さんがあるんですけど美味しいんですよ。カレーも美味しいんだけど、ガンジスのラッキョが私好きなんだよね。わかる？この人いるよね。ちょっとちっちゃい小ぶりのラッキョがあるんですけど、ラッキョ食べるためにカレー食べてるみたいなとこありますからね。そういうことはどうでもいいんです。ガンジスもぜひ行ってください。あと、初めての試みだし、いろいろ楽しみだよね。これもファミリー文化祭のリアクションですよね。ほんとみんな今、試行錯誤しながら、イベント最終詰め、というかいろいろ企画実行入っておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
そして X 限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想へ参加の方は番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいてください。こちらは番組開始までの参加となりますのでご了承ください。本日の1曲目は間もなくです。ということで今日も元気にやっていきましょう。60分どうぞよろしくお願いします。デキバジャイロ宮崎全力応援番組デキバレイディオジェイルの挑戦。この番組はデキバジャイロ宮崎を全力で応援する新富町宮古シティ有限会社コギと約束にまっすぐ宮崎県民共済の提供でお送りします。皆さん新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバー。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。実は結婚しようと思ってて。おお、おめでとう。責任も増えるし万一に備えておかないとな。だったらあれいいらしいよ、青い封筒のさ、家に届いてない？ああ、聞いたことある。シンプルで分かりやすいって噂のやつでしょ？そう、初めて入るならぴったりだと思うんだけど、名前なんだっけな。それ都道府県民共済です。ライフステージに合わせて安心を備えられます。都道府県民共済グループ。Tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.テゲバレイディオ全然の挑戦。ここからはテゲバプレイバックのコーナーです。早速今日のゲスト選手を登場していただきましょう。自己紹介お願いします。こんばんは、テゲバジャーロ宮崎11番橋本圭吾です。好きな駄菓子は、チョコバットでした。おお、よろしくお願いしますそして、こんばんは、テゲバジャーロ宮崎の18番安田修です。好きな駄菓子は、グミのサワーなんとか。サワーペーパー。サワーペーパー。はいはい、ありがとうございます。チョコバットが好きだったんですね。はい、好きでした。今は？今はもう全然食べないですね。駄菓子自体食べないんで。あ、そうなんですね。チョコバットが好きっていうよりかは、あの、当たりを見たかった。かわいい少年時代がありがとうございます。そんな駄菓子を引きつつお二人に登場していただきましたけれども、お二人は同期ということで結構一緒にいることも多い？多いっすね。はい、他にも同期いますよね。はい、リキヤスと、あと陽介、三重行った陽介。はいはいはい。なんかリキヤス選手とかもね、せっかくだったら来てほしかったですよね。はい、いや、どうし、一緒に出してくれって言ったんですけど、はい、かぶられてました。本人たち的には3人で出たかったんですけど、はい、いろんな事情があり、じゃあ2人そうそう、なんだか、じゃあここら辺にいると思ってやっていきましょう。同期会ということでやっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは今日の1曲目予想の方から振り返っていきたいと思います。今日の1曲目はポルノグラフィティでアポロでした。なんでかわかりますか、お二人？わかりませんね。アポ今日がまあなんとかの日っていうので。はい、お父さんの誕生日ですね。橋本選手の、はい、父親の誕生日です。一番の記念日、おめでとうございます。聞いてますかね。多分聞いてると思います。橋本パパ、おめでとうございます。ございます。じゃあもうそれが答えだったかもしれないんですけど、はい、今日は宇宙の日なんですよね。知らないですよね。はい、今日宇宙の日ということで、ディレクターが宇宙といえばこの曲でしょうでアポロになりました。なんと正解者がいらっしゃいます。おめでとうございます。すごい。おめでとうございます。ということで正解した方にはサンシャイン FM のスタッフが買いましたステッカーにお二人のサインを入れてお送りいたします。
サンシャインの X のフォローがまだでしたらぜひフォローしてお待ちください。当たらなかった方はまた来週挑戦していただけたらと思います。ハッシーパパおめえって今リアクションがおめでとうございます。はい、ということで早速テゲバプレイバックの方入っていきましょう。今日は9月7日に行われました明治安田 J3 リーグ第27節 SC 相模原との試合をプレイバックしていきます。スターティングメンバーです。ゴールキーパー青木、ディフェンダー黒木、江川、田中誠太郎、ミッドフィールダー松本、安田、力安、井上、フォワードあの橋本武でした。今シーズン初の連勝で勢いに乗るテゲバ、9月最初のゲームとなるこの試合に勝利し、さらに波に乗っていきたいところです。橋本選手は先発、吉澤選手はベンチからのスタートとなりました。まあ、あの連勝ということですけど、橋本選手これまでの練習の雰囲気とかご覧になってどうでしたか？そうですね、もう気持ち明るかった気はします、全体的に。うんうん、そうですよね。吉澤選手、あの試合前 あのチームのコンディションなどはいかがでしたでしょうか？まあ、ハッシュウェイ言ってる通り勝ってることもあって、まあ、みんな全体的に明るいし軽い感じではあったかと思います。うんうん、はい、ありがとうございます。橋本選手、相模原の印象どういうチームだなってこう思ってたりしますか？まあ、監督さん変わられて、YS とか指揮してた監督だったので結構つないでくるかなっていう風な印象はありましたね。ありがとうございます。それでは早速試合振り返っていきましょう。前半は我慢の時間帯が多かったテゲバ、それでも安田選手から武選手へと渡りゴールネットを揺らすシーンはあったものの、オフサイドの判定で得点とはならず。しかし押し込まれる時間帯が多い中でも粘り強く守り、前半をスコアレスで折り返します。はい、ということで橋本選手、まあ、スコアレスだった前半ですけど振り返っていかがでしたでしょうか？その試合の序盤から、相手コーナーキックが何回も続いたり、結構我慢する時間が増える中で自分たちがなかなかチャンスも作れず、まあ、耐える前半だったかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ、あの得点がなかったという見方もできますけれども、吉澤選手は前半どのように見られましたか？まあ、しっかりとしのぐとこしのげてるんで、まあ、得点はなかったですけど、そこは成長してる部分かなと思いました。はい、粘り強く守った前半でしたね。では後半です。後半に入っても動きの重さが少し見える中、相模原のペースになるかと思われた60分、カウンター攻撃で相手を崩します。橋本選手のパスを受けてハーフウェイラインからゴール前までドリブルするあの選手、ラストパスを橋本選手へ送ると右足でニアに狙ったシュートが決まり、2試合連続の K ゴールでテゲバが先制します。橋本選手、素晴らしいゴールでした。このシーン振り返っていただけますか？まず聖太郎からカウンターのきっかけになる縦パスが入って、でそこから真宙と、まあ、2人でカウンターする形になったんですけど、まあ、その1個前のシーンで自分がクロスミスしたシーンがあって、まあ、そのシーンも似たようなシーンだったので、まあ、次どうしようかなっていう中で、キーパーもちょっとクロス意識して、ニアサイドが空いたので、まあ、落ち着いて流すことができたので良かったかなというふうに思います。はい、本当にあの冷静なシュートだったなと見てても思いました。まあ、あの選手がこうボールを持ってきた中で、反対側にも選手一緒に走ってたじゃないですか。たくさん選択肢があったのかなと思うんですけど、あれでこうなんで橋本選手にあの選手を出したんですかね？まあ、もうその外には、真ん中と外に、ディフェンスがいて、自分がもうフリーの状態で走れてたので、はい、うんうん、効率の、ね、ゴールにの、効率、ね、確率が高い方を真宙は選んだのかなっていうふうに思います。なるほどなるほど。このゴールシーン、吉澤選手ご覧になってどうでしたか？いや、素晴らしいですね。いや、でもやっぱあれですね、聖太郎が縦パス入ってハッシーがしっかりそこに下げずにターンしたところが、はい、まあ、良かったかなと思います。そこからしっかりハッシーもスプリントして起こしてたんで、うん、ワンチャンスをね、はい、しっかりと決めきってくれました。ありがとうございます。先制はしたものの守備に追われる時間が続くテゲバ、しかし全員で守りゴールを許しません。84分には橋本選手に代わり吉澤選手がピッチへ入ります。さあ、この時の心境を聞かせてください。残りもう時間少なかったんで、しっかりこの1点を守ることと、自分は時間をしっかり
前で使うことを意識して、ゴールよりかは時間を使おうと思って入りました。はい、最後までリードを死守し一生懸命に守り抜くテゲバ、試合は1対0で終了、見事3連勝となりました。勝利おめでとうございます。では橋本選手からこの試合全体振り返っていかがでしたでしょうか。もう勝ち点落とせない状態での3連勝なので、まあ、チームとしてももっと勢いがつくし、まあ、次もっともっと練習を重ねていくぞっていう強い思いが生まれる試合だったかなと思います。はい、吉澤選手いかがですか。まあシュートが1本だったんですけど、まあ、そこはしっかり課題としてもっと攻めなくちゃいけないなっていうところではありましたけど、しっかりゼロで守れてたんで、それを継続しなくちゃいけないなと思います。はい、しっかり勝ち切って貴重な勝ち点3を得るゲームとなりました。今週末は日曜ホームで FC 琉球とのゲームとなります。では吉澤選手から意気込みを聞かせてください。3連勝してますけれども、順位は降格圏にいるんで、ここからがスタートだと思うんで、まあ、しっかりと覚悟を持って戦いたいと思います。はい、橋本選手お願いします。前節以上にもっともっとゴールに迫らないといけないと思うので、攻撃陣はもっとゴールに迫ったプレーを意識するのと、守備は継続して、まあ、全員でゼロで抑えるっていうのをしっかりとチーム全体で共有して頑張りたいと思います。はい、お二人のゴールも楽しみにしていますサポーターの皆さん引き続き熱い応援をよろしくお願いします。以上、テゲマプレイバックでした。といえば、レンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバー。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。やっと就職決まったよ。よかったじゃん。でも勤務先が全然馴染みのない場所でさ、一人暮らしもしなきゃだし、何かと心細くて。だったらあれ入っとけば、日本全国にあってもしもの時頼りになるらしいよ。ほら、あの青い封筒の、それ都道府県民共済です。地域に根ざした共済として全国で暮らしの安心を支えています。都道府県民共済グループ。全力応援番組テゲバレイディオ JJ の挑戦、お送りしたナンバーは清水翔太で花束の代わりにメロディオでした。こちら吉澤選手のリクエスト曲ということで、なんでこの曲になったんでしょうか。最近結婚しまして、おまあ結婚と言えば、はい、この曲みたいな、自分の中ではこれだったんでこれにしました。おめでとうございますということでですね、この後なんと5分だけ結婚記者会見を実施することになりまして、お時間がなかなかあまりなくて5分にはなるんですけど、橋本記者と市谷記者と、リスナーさんとでちょっといろいろ聞きたいんですけど、5分ではあるんですが、いいですよね5分だったら。全然大丈夫です。全然大丈夫らしいので、ちょっと皆さん、この記者会見聞きたいことなどありましたら、メール X の方でどしどしお寄せいただけたらと思います。5分なのでちょっと全部は聞けないと思うんですけれども、後ほどやりたいと思います。さあ、まずはメールがね、いろいろ来てるので、ちょっとメールご紹介していきますね。ラジオネームパッションさん、ななちゃん、橋本選手、吉澤選手、こんばんは。まずは橋本選手、J リーグ通算100試合出場おめでとうございます。ありがとうございます。私は橋本選手の初出場の試合もスタジアムで見ているので、100試合全部見てます。そう、だいぶすごい。今や名実ともにテゲバのプリンスに成長され、本当にテゲバサポーター自慢の選手です。
橋本選手と吉澤選手は同期でポジションも同じフォワードですが、相手のプレーのいいところ、プライベートでの雰囲気など仲良しだからこそ分かる他己紹介をしてもらえますか？これからも信じて応援しています。頑張ってください。他己紹介分かりますか？分かんないです。他己紹介とか学校でやらなかった感じですか？他己紹介って初めて聞いたっす。あの自己紹介のタコ紹介、タコじゃないですよ。あ、タコやと思った俺。さっきタコ焼きの話してたからって、タコってそっちじゃないんですよ。あの相手のことを、だから橋本選手が吉澤選手のことをプレーもプライベートもちょっと紹介してほしいなってい う, こう互いにねやりたいなっていうことなんですけど、いけます？どっちからいきます？吉澤選手からいきますか？橋本選手をプレー、プレー、まずプレーを教えてください。まあ、みんな見て分かる通りポストプレーが素晴らしいところと、しっかり点決めてくれるところですね、はい、でプライベートは一生ボケてるですね。で自分がずっと無視してます。あ、無視なんですね。はい、拾ってあげはしない。いや、拾えないですね多分。あ、なるほど。いや、拾えないほどにボケてくるですね。しょうもないことばっかり。結構数で勝負してくる感じですか？はい、そうですね。どっちかというと。なるほどなるほど。めげない感じですね。めげない。ちょっとまだあんまラジオで感じてないんですよね。まあ、ちょっとちょっと気取ってくる。気取ってる。ラジオの時って気取ってるっていうかボケてないだけですね。こいつは私が悪いんですか？いや、私のせい。あれです、え、シャイなんでこの子。ああ、仲良くならないと出せないんですよ。ちょっと待ってください。身長の割に今すごい私まだ仲良くなれてなかったんだなっていう。そうですよね、今からですよ ね, そうすね、はい、今日で仲良くなりたいと思います。じゃあ次交代して、はい、橋本選手から見た吉澤選手いかがですか？ゴール前の駆け引きとかがすごく上手で、あと首が強いです。ヘディングが威力とかも、まあ技術も高いですし、うん、威力がすごくて、そっから持っていけんのっていう練習とかでも結構ありますね。そうなんですね、はい、首それってなんかあるんですか、トレーニングみたいな？いや、昔からちっちゃい頃にお父さんにあのお風呂場でヘディングの練習させられてました。こうやって風呂場でボール使わずにってことですか？いや、ボール使って、ちっちゃいボール使ってこうやって風呂場で、めっちゃ覚えてるそれ。めちゃめちゃそのおかげでじゃあ今があるのかもしれないですね。プライベートはどうですか？プライベートは絶対に長ズボン履きます。おー、はい、あれ今日は確かに絶対っすね、長ズボンだ。あの、私ずっと思ってたことあるんですけど、サッカー選手ってなんであんなみんな短パンなんですか？ラジオに来る人人たちみんな、あれ今日橋本選手は俺短パンっす。あ、みんな短パン、なんでなんだろうって思ってたんですけど、逆に短パンが暑いか暑いから短パン。吉澤選手はなんで長ズボンなんですか？いや、でも都をしているとか来るときは短パンっすけど、私服のときは結構長ズボンっす。膝遊びに行くとか、あ、膝が黒いんで。黒い、洗ってないとか、はい、違う違う違う見せやじゃあ見せたくないかもしれない。あ、そうなんですね。結構日焼けするんですけど、うん、はいはいはい、ソックス上げるじゃないですか、うんうんうん、ソックス上げてズボンあると膝だけ黒くなるんですよ。隙間がそこだけ開くから、それが恥ずかしいな。あ、なるほどなるほど、うん、それで長ズボンなんです ね、 そうすね。日焼け問題は結構あるよ、うん、選手ってやっぱ焼けますよね。めっちゃ焼けるっす、外いるから。やばいっす。でももうそろそろ涼しくなっ、まだめっちゃ暑いです。昨日とかも湿度高すぎて、うん、みんなジメジメし始め、はあ、そっかそっか、また台風がねできてたりすると、そういうのも関係してきますよね。え、もう終了ですか、タコ紹介？他にもなんかあります？プライベート、今あのズボンのことしか多分。ああ、プライベートか。あ、そんなまだ仲良くないんですか？そんな仲良くないんじゃないか。そんな仲良くない。仲良くないんかな。仲良いや、嘘です、嘘です。仲良いっす。でも全然出てこないですね。性格とかどうですか？性格、優しいんじゃないですか？
なんで他人事なんだよ。私優しそうですもんね。はい、今日もご飯食べに行って、はい、帰りっていうかここ来るまで乗してくれたんで車。お、一緒に来られたんですか。そうですね。そうですね。よかったです。なんかいいんですね。そうですね。無理言ってもちょっと聞いてくれる。たまに。あ、まあほぼ。結構橋本選手がわがまま言うんですか。わがままっていうかなんかこれお願いみたいな、うんうん、いいみたいな感じで。だからその車のどこどこ行くってなって乗してやみたいな、うん、うんうん、だってお家にも押しかけたんですもんね。あ、そうですね。1回何しに行かれたんでしたっけ。タコパスね。タコパしようって行ってみて、はい、いきなり来て、でも怒らない。怒らないですね。でガスコンロはあってでガスを買ってきてって言われて、あ、で俺ら3人陽介と翔吾と自分と3人で行ったんですけど、はい、同期 で3人聞いてたんですよ、あのガス買ってこいって。はいはい。で知りなかったから、あ、うんうん、でそれを材料、そのたこ焼きの材料だけ買って忘れるっていう、はい、ガス、ガスを忘れる。でそれ忘れて、はいはい、結局みんなで買いに行くそれでも怒んないです。仲良し。何でも大丈夫なんですね。はい、あ、基本大丈夫ですね。当たってますか。そうっすね。タコ紹介ありがとうございました。もうちょっとメールいきますか。ラジオネームサムさん、ハッシー、シュウくん、ナナちゃん、こんばんは。いつも楽しみに試合を観戦してますよ。現在3連勝、この勝利が続くように応援頑張ります。15日のホーム戦、天気がすごく心配だけど、雨が降ろうが強風が吹こうがゴール裏で一生懸命応援します。頑張ってねといただいております。そうですよね、ちょっと週末お天気が心配ですよね。はい。そしてラジオネーム何ないですいや最近昨日も雨降ったし今日もちょっと降ったり、確かに天気悪いんで心配ですよね。はい、はいだな。いやいいですよ、どんどん合図入れてくださいね。それでいいんです、ラジオなんて、うん、ラジオネームリンリンさん、橋本選手、吉澤選手、こんばんは。まあ、こんばんは。相模原戦お疲れ様でした。橋本選手のゴールにダゾンを見ながらおっしゃーって叫んでしまいました。その時の心境いかがでしたかと。おっしゃーですね。自分もやっぱ本人もそうなんですね。はい、やっぱ嬉しいですね。うん、見てた皆さんと同じ気持ちだったのかなと思います。そして、ラジオネームゆきさん、ななちゃん、橋本選手、吉澤選手、こんばんは。いわきから毎週楽しみに聞いています。3連勝そして吉澤選手ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。相模原戦は現地で観戦していました。チームもサポーターの雰囲気も最高でした。この調子で琉球戦も勝ち点3を積み重ねてください。では質問です。橋本選手、ご自身のちゃんとの歌い出しのリズムは覚えられましたか。え、すごい難しい質問。見せろゲイゴールですよね。あ、そうだ、橋本ゲイゴール、そうそうそう、あのちゃんとが一番好きですから私。あれでもブンブン全力でやるっていう、前でこのメガホン渡されてやれって言われたらできなくなるんですよ。あ、難しく難しくて恥ずかしくてじゃない、いやむずい、5回ぐらいやり直したの。あ、なんか違うみたいな。結構難しいですよね。はい、なんか名前をコールするのあるじゃないですか。あの、だって橋本選手だったら橋本じゃないですか。はいはいはい、あのリズムも独特じゃないですか。そうですね。ですよね。なんでなんだろうって私ずっと思ってて、多分吉澤選手とかは、吉澤、あ、違う、なんだろう、違うんかな。なんか橋本選手だけ橋本みたいな。でしたっけ。いや分からんな。俺はそう、そうですよね。はい、だからなんかむずい、応援って難しいんですよね。そうですね。でもみんな一生懸命、はい、ね、新しいちゃんと作ったりしていただいて。あ、もう一つ質問来てました。吉澤選手、結婚後のゴールパフォーマンスは奥様に向けて何か考えていたりしますか。これちょっと記者会見の中で聞くやつですけどね。まあいいか、もう読んじゃったし、これ5分に入らないんで。ゴールパフォーマンスどうですか。何やろ、無難に、無難、あの薬指、うん、今実演してくれましたからね。なんて説明したらいい。今のを説明してください。いやいや、まあ、試合で見てください。
今のですか？リスナーさんには伝わらないかなと思って。薬指、はい、に指輪がついてますけどね。指輪ついてて、はい、それを唇に当てて、うん、上に掲げると届け届け丁寧に説明するんだいやこれもやってほしいですね。もう言ったからには、ね、私吉澤選手が決めたらもうその後ずっと見ときます。やるまで放送室からずっと見ときたいと思います、ね、結構忘れちゃうんだよね、入んなそうらしいですね。それでではもうちょっとメール一回曲いきますか。じゃあ皆さん質問考えてますか、大丈夫ですか一旦曲いきたいと思います。続いて橋本選手のリクエストソングです。エクスプレスでモグラの歌。テレマコネクト。お待たせいたしました、橋本記者、はい、ここからはあの記者会見なんですけれども、はい、我々結構質問準備してきたじゃないですか、はい、もうとんでもない量のリスナーからの質問メッセージいただいております、はい、ですが時間が5分しかないということで、はい、テキパキいきましょう。テキパキいきましょう。それでは始めさせていただきますお願いします今日の主役吉澤修さんです。まずはご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ一旦リスナーさんから あの質問の方させていただきたいと思います。まずはこちら、しゅうくん、奥さんの好きなところを3つ教えてください。うん、3つでございます。普通の質問ですね。お簡単ですよねこんなの、うん、まあ顔でしょ性格が似てるところ、フィーリングが合う、うん、それす。フィーリング、性格が似てるところとフィーリングが合うところは一緒じゃないですか。一緒、一緒ですよね。もう一個、うーん、なんだろうな、悩まれてますねこうやって時間を稼いで5分埋めようとしているっていう可能性ないですか橋本記者。次行きます。あ、じゃあ一つ加えていいですか、はい、顔が好きっておっしゃってましたけれども、はい、顔の中で好きなパーツありますか。パーツは難しいですね。顔全部が好きです。顔全体が ありがとうございますちょっともう甘すぎてどうしようじゃあもうちょっとこちら X から、プロポーズしようと思ったきっかけは何ですかという質問が。それこそなんか最初からフィーリングがすごい合うっていうか、はいはいはい、うん、それっすね一番は。これから一緒にいるだろうなみたいな感じはしたっす最初からすごい、すいません、質問いいですか、はい、もうそれは出会った時からあこの人と結婚するかもなっていう、いや結婚はな、それは思わなかったですけどめっちゃフィーリング合うなと思ったっす。すごい合うんやな。なるほどいいですね。橋本記者から何か質問あれば。えもういいんですか。あれあ、もうちょっと行きますこっち。もうちょっと、あ、はい、はい、しゅうくん、プロポーズの言葉はなんじゃろかいといただいております気になります皆さんこれメールも同じようなのたくさん来てるんですけれども、プロポーズの言葉それ言わなきゃダメですか言えない、恥ずかしいな。ああ雰囲気でいいですよ。雰囲気、あ、いや、わかったそれは前から考えていた言葉なのか、うん、その時に出た言葉なのかだけでいいです。その時かも。おお、はいはいはい、気になるな。気になるな後で教えてもらおうさあ、じゃあちょっとメールの方、ラジオネームシーザリオさん、吉澤選手に質問です。奥さんとの出会いのきっかけはどんな感じでしたか。大学生の時のバイト先っすね言ってたわ知ってるんじゃないですか知ってた。え、そしてどのようにその奥様と仲良くなったんですか。仲良くなった、めっちゃ話しかけましたあ、もう積極的に吉澤選手の方から行かれたと、
ということなんですね。はい、この方は自分は女友達がいないので、今後こういう人と出会った時に活かせるようなアドバイスもできればお願いしますと。それ聞く人間違ってます。でも見事ゴールインされたわけですから、やっぱり、はい。こうね、先駆者といいますか希望の星なわけですよ、はい、この方からしたら一つの正解を持ってるんで、はい、まあ、一つのね、一つのなんかありますかアドバイス、アドバイス何のアドバイスですか。まあ例えばバイト先でフィーリングが合う人に出会って付き合いてとなった場合どうするのかっていう話ですよね。めげずに行った方がいいですね。あ結構でまあ破れたら終わり、うん、え一回じゃあご飯行きましょう、いやちょっとって言われたらもうそれで終わりですか。まあその相手の反応次第じゃないですか。はい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 いいアドバイスです ね、 いいですね。これ多分参考になると思いますよ。はい、いきますか。いきますか。そろそろ橋本記者の家をさあのその練習とかで出発する時の奥さんと何かする、なんて言うんだろう、あの何かするルーティン的な、はいはいはい、まあ、行ってらっしゃいの時も、はい、お願いします。気になる、いい質問しますね。2つある、2つ、1つはあのこうやって、あ、なんていうの、手を合わせてグータッチ、そうっす、毎朝出てく時ってか、なんかそうっすね。いいなそれいやめっちゃいいですね。めっちゃいいっす、ありあり。あと1つはご想像にもいや今の顔を見せたかったですね。写真撮ればよかった。写真撮ればよかった、まあ、ご想像なので皆さんの好きなように考えていただいて、そうそう、何でもありですからね。何でもありですからね。なるほど、あ、もうそろそろお時間ということですか。あ、じゃあ最後滑り込みで一つだけですか。今日奥様聞いてらっしゃいますかね。いや聞いてますよね。奥さんに一言お願いします。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あの5分ぴったりでしたね。はい、ありがとうございます。緊急記者会見の方、はい、こちらで終了とさせていただきます。それではここでテケバコネクトのコーナーです。テケバジャーラ宮崎の情報をお伝えしてまいります。まずはですね、オープニングでもお話ししましたが、15日はホーム琉球戦、その前に宮古シティで戦後必勝かしまき行います。ぜひ宮古シティのイベントと合わせて試合の方もお越しいただけたらと思います。そしてそして16日はファミリー文化祭2024ということで、あの選手によるダンス対決、ダンスや対決などのパフォーマンスステージもあるということですけれども、お二方何か今年はされるんでしょうか。いや、まず詳細がまず選手にあんま来てなくてうん、うん、まだみんななんだろうなって感じですね。うん、橋本選手でも今までファン感とかは結構筆頭としていろいろな、何でしたっけ、あのストレッチ、ストレッチャーズと、と何やったっけ、なんか水泳戦、ん、なんか何でしたっけ、何やったっけ、いや知らんわ、なんで俺に聞くんじゃなくて、何やったっけなんかやりましたよ、海で助ける人らっすね、何やったっけ、レスキュー、あ、何やったっけ、うわ、何だったっけ自分やったんやけどそうですよね、何やったっけ、めちゃめちゃ先人来てやってくださってましたけど、はい、まあ今年はいろいろとわからない、まだわからないということで、わからないですね、まあ、ファン間ではなくて一応ファミリー文化祭ということで、シーズンも途中ですので、まあ、後半の試合に向けての団結を深めていこうというイベントになっております。そしてですね、なんと、あ、私ね気になるのがあるんですよ。竹花ヘッドコーチと大熊監督のたこ焼き屋さん、たこ焼きの振る舞いが数量限定であるらしくてなんか竹花ヘッドコーチがすごい気合が入ってるらしい。そうなんですか、噂によると、はい、言ってたっすね、なんか、聞きました、はい、それめっちゃ美味しいらしいんで、あのこれめちゃめちゃ興味ですねこれなんか気合入ってらっしゃるらしいですよ。ファンクラブ会員の皆様限定ということなので、当日はファンクラブ会員の皆さんはあのそれが証明できるものをね、ぜひご持参いただいて楽しんでほしいなと思います。他の情報につきましてはテゲバジャル宮崎のホームページの方をご覧ください。さあ、もうちょっとメールいきますか。ラジオネームいわきから吉澤選手応援隊、我が家はいわきから吉澤選手お祝いツアーと名付けていちごスタジアムに行きます。え、マジですか、お、すごい、いわきから来てくれる、宮崎なかなか遠いですからね、遠いですよね、ありがたいです、マジでお待ちしております。そしてそして、そうですね、
もうちょっとメールいろいろあるんですけれども、どれご紹介しようかな。これ読みましょうか。ラジオネームキョンさん、皆さんこんばんは。連勝連勝、テゲバは強くなった。ハッシーが囲まれてなかなかゴールを決められない中での1点、サポーターはこの時を待っていました。サポーター以上にハッシーは待っていたと思います。今週も勝ちましょう。いただいております。はい、勝ちましょう。はい、あ、そうですね、ちょっと X の方もいろいろとリアクションいただいてるのでご紹介していこうかなと思うんですけれども、そうですね、あ、さっきの記者会見についてのリアクションをいただいてますね。皆さんすごい、ほら想像してますよ。チュー、まあ、想像ですからね。想像ですからね、何でもいいですよね。はい、あとは、あ、新婚さんだからねって書かれてますね。あ、ラジオだから見えないけどハッシーを奥さんだと思って再現してください。あ、できないですね。え、届かない、届かない。身長がちょっとサイズ感がじゃあチューってこと、あれ違うんじゃないですか。あ、違うんだ。まあ、いけますよね、そんなんね。まあまあ想像ですからね。もう何しても言っちゃダメですよ。他にもいろいろ誰が聞きたいの。あと私、あのさっき橋元のリズムがちょっと違うの、なんでだろうって話しましたんですけど、はいはいはい、橋のコールが特別なのはエースだからって書かれてます。そうだったんだ、嬉しいです。すごいですね、自分も知らなかったんで。はい、私も知らなかったです。そして今届いたメールをご紹介します。ラジオネーム会長さんに届け、え、これ読んでいいんですよね。先日橋本選手が J リーグ通算100試合、竹選手が200試合を達成しました。私は竹選手を応援していますが、竹選手は200試合を達成するのに6年半かかりました。そんな選手たちの頑張りを記念したメモリアルグッズを出してください。タオルでもカップでもいいんです。頑張ってきた選手もそうですが、応援してきた家族やサポーターは記念に残る品を何か残しておきたいんです。ぜひご検討よろしくお願いします、というご意見いただいております。会長、毎週聞いて、あの仕事の合間に聞いていらっしゃるようですので、きっと届くとは思いますけれども、この前なんか飛行機の中から聞いてるみたいな時あったっすよね。そうでした、そうでした、うん、飛行機からでも聞けるんやねみたいなメールが来ましたもんね。そうですね、テゲバはメモリアルフォトとかが今までは出てたりもしましたけど、今年どうなってるのかはまだ分かりませんが、会長に届けたいと思います。続いてラジオネームニコレナさん、お疲れ様です。初メールします。お、ありがとうございます。シュウさん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。遠征先も含めて場所が変わっても絶対食べるものは何ですか。これ二人に聞きたいですね。吉澤選手はバナナ、バナナ完食で、それは体にいいからとかですか。いや、普通に炭水化物、うん、リカバリーとかで、うんうんうん、バナナは場所が変わっても食べない。そうですね、多分ゴリラ、ゴリラじゃん、誰ゴリラ。橋本選手はどうですか。何やろ、ラムネとかしか、あのパックに入って、パックっていうか100ちょい、はいはい、100円ぐらいのブドウと、はい、うん、あれ取るといいんですか。やっぱ試合前とかみんな食べますね、はい、集中力アップみたいな感じですかね、うん、そうですね、うん、だそうです。はい、なんともうあっという間にエンディングでございます。早い、ちょっと記者会見もしたりしたので早かったですね。あっという間に、ではお二人から最後にお聞きのサポーターの皆さんに一言ずつお願いします。じゃあ吉澤選手からお願いします。3連勝してますけども、まだまだこれからだと思ってるんで、まあ、ぜひスタジアムに足を運んで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。橋本選手お願いします。これからも、連勝重ねていけるようにチーム全体で切磋琢磨してやっていきますので、次節以降も熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございます。お二方からメッセージいただきました。あ、メモリアルグッズは確かに欲しいよねとか、メモリアル T シャツやタオルにサインをもらいに行きたいですというようなリアクションもいただいておりました。あ、ライフセーバーズ、ああそうだ、すごい、はい、サポーターさん覚えてた。ライフセーバーズだ、はい、そう、あの YouTube に上がってますもんね、はい、今も見れますので見に行ってみてください。あとあれですね、どんぐり RPG で5人で、なんだ、何でしたっけそれ、大畑選手と、はい、上野選手と自分と藤竹選手と、うんうん、どんぐり強しの、そうそうそう、あと綿引き選手か。
はい、5人でなんかそういう伝説が今年も生まれるかもしれませんからね。はい、皆さんぜひぜひファミリー文化祭お越しください。そして試合は、今週日曜日となっております。19時キックオフ、対する相手は FC 琉球ということで、皆さんぜひスタジアムで声援をお願いいたします。それでは最後はみんなでテゲバイバイで終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。本日もお付き合いいただきありがとうございました。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオはまた来週です。皆さん今週末もテゲバを全力で応援していきましょう。せーの、テゲバイバイ。